はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はホットウィルのグランツーリスモ、以前ご紹介したんですが、持っていなかったこちら、じゃーん、日産スカイライン GTR R32 とダッチバイパー SRT10、 こちらの方をご紹介したいと思います。こちらの2台以前ね買った時売ってなかったんですが、たまたまね見つけたんで買ってきました。それではまず1台目はねスカイラインの方から見ていきましょう。はい、パッケージはこんな感じになっています。かっこいいですね。ではケースの中から出して見ていきましょう。じゃじゃーん。ではまずはゆっくり回して見てみます。はい、こちら日産スカイライン GTR R32、 ボディカラーの方はですねソリッドの赤色になっています。それでは前の方からゆっくり見ていきます。まずは前こんな感じになっていて、ヘッドランプの形がちょっと違いますね。これはヘッドランプじゃなくてダクトになっているんでしょうか。あとバンパーのとこね、ここは大きく穴が開いています。ボンネットは艶消しの黒色になっていて、日産とかっこよくステッカーが貼られていますね。はい、サイド行きます。サイドはこんな感じ。サイドもフロントドアに大きくステッカーが貼られていますね。この辺かっこいいです。あとはサイドステップのところは黒色でペイントされていますね。ホイールの方は黒色で、くるっとねちょっと外側だけ白色でペイントされています。後ろはこんな感じです。はい、後ろ回りきます。後ろはですね、大きな GT ウィングがついていますね。かっこいい。これは黒色の樹脂パーツでできています。後ろのねバックガラスのところから透けて見えるんですが、ロールバーがねこれ入っているんですね。細かいですね。そして、こちらねスカイラインと細かいステッカーも貼ってありますね。ここには日産というステッカーが貼ってあります。あとテールレンズのところなんですがね、ちょんちょんとペイントされているんですが、非常に分かりにくいペイントですね。はい、反対側のサイドを行きまして、こんな感じです。はい、まず1台目は日産スカイライン GTR R32 でした。はい、続いて2台目ご紹介しますのはこちら、じゃーん、ダッチバイパー SRT10。 パッケージのイラストはこんな感じになっています。では早速こちらの方もねケースから出したいと思います。はい、では早速見ていきましょう。こちらになります。はい、こちらダッチバイパー SRT10 のボディカラーは黒色のメタリックなんですが、だいぶね粗いメタリックが入っていますね。あと前から後ろに赤色の2本のストライプが入っています。ストライプの赤色は綺麗なね赤色ではないですね。ちょっと濁ったような赤のストライプになっています。はい、フロントの方から見ていくとね、このね前から見た感じのこのストライプがすごいかっこいいですね。あとヘッドライトはですねこんな感じでペイントされています。はい、サイド行きまして、横はこんな感じでフェンダーとドアの部分にかっこいいステッカーが貼ってあるのと、あと話し気味で見るとわかると思うんですが、フロントの方とリアのホイールのね大きさが違うんですね。前はちっちゃいんですが後ろは大きめのサイズになっています。はい、ホイールの形はこんな感じで黒に、今度はですね周りが金色のメッキになっていますね。後ろはこんな感じです。後ろのホイールだいぶ大きいですね。さっきのねスカイラインと比べても全然ね
こっちのバイパーの方が大きいですよね。はい、そして後ろ回りはこんな感じです。テールレンズ部分なんですが、特にねペイントはされておりません。はい、反対側のサイド見ましてこんな感じです。はい、こちらのダッチバイパー、赤色のね2本のストライプがすごいかっこよかったのと、あとね後ろのホイールがね前のホイールよりだいぶ大きいの、これもインパクトがあってかっこよかったですね。はい、今回はホットウィールグランツーリスモの2台、日産スカイライン GTR R32 とダッジバイパー SRT10、 こちらの2台をご紹介しました。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日はホットウィールの2000以上の商品を1つ買うともらえるゴールドメッキ仕様のこちらのミニカーと、あともう1台は僕のお兄ちゃんからもらいましたミニカー、ホットウィール日産スカイライン 2000GTR、 こちら